ドンキホーテ放火事件は2004年12月13日と12月15日にディスカウントストアドンキホーテの埼玉県埼玉市内の店舗で相次いで発生した一連の放火事件。浦和花月店では店員3人が少子8名が負傷する惨事となりマスコミ報道では特に同店の放火火災について取り上げられた。なお、容疑者の逮捕後に 同市内の総合スーパーへの放火も同一犯であるとされた。本校で扱う一連の事件は以下の通り、ドンキホーテの店舗についてはそれぞれの不死を参照。日付を省略してあるものは直上の日付と同一である。なお、事件の関連性については逮捕後に判明。2004年12月13日18時50分頃、 浦和区の GMS 北、浦和サティでの放火。トイレでトイレットペーパーに放火し、ぼやが発生。19時20分頃、蒸気店舗のトイレで2回目の放火。20時50分頃、ドンキホーテ浦和加月店の新宮売り場で放火。店舗は全焼し、アルバイト店員3名が、焼死、8名が負傷。浦和加月店を参照。23時頃、 三沼区のドンキホーテ大宮大和田店で医療品に放火。大宮大和田店を参照。12月15日15時ごろ、ドンキホーテ大宮大和田店で同一犯が再び放火。店員の聖書を振り切り逃走。重要参考人、被疑者として浮上し、22時過ぎに逮捕された。大宮大和田店、被疑者の逮捕を参照。15時45分頃、 大宮区の伊東洋華道大宮店のトイレでの放火。18時50分頃に北浦和さてにて13日と同様の放火。ドンキホーテ浦和化月店放火の様子2004年12月13日20時50分頃、埼玉県埼玉市緑区にあるドンキホーテ浦和化月店の新宮売り場で放火が発生。犯人は着火を確認後、直ちに逃走したとされる。 着火地点が入り口から遠ざかった場所であり、避難経路の策定など防火体制の不備や、ドンキホーテの特徴である圧縮陳列での商品への燃え移りが災いし、裏和かげつ店は全焼した。一度は店内から脱出したものの、来店客が逃げ遅れていないかの確認のため、再突入を行った3人のアルバイト店員が、店内から再脱出できず焼死。3人とも、 同じ場所で炭化した状態で発見された。ドンキホーテの社長は被害者の立場ではあったものの、なぜ店員に再突入を行わせて被害を拡大させたのか、圧縮陳列に問題はなかったのか、等の経営責任や同店の営業再開に含みを持たせた曖昧な対応についてマスコミ各社から追及を受けることとなった。なお、同店は、 国道463号と埼玉県道1号、埼玉川口線が交差する、下月交差点の傍らにあった。同日23時ごろ、見沼区のドンキホーテ大宮大和田店で、医療品に放火が発生。店員の発見が早期であったためボヤに止まったが、犯人は逃走。なお、浦和下月店からは、従官する埼玉県道1号支線を経て、埼玉県道1号本線である。 第二産業道路区間を北上し、大和田交差点で左折した埼玉県道2号埼玉、かすかべ線沿い、距離にして約10キロメートル以内に位置する。12月15日15時ろ、ドンキホーテ大宮大和田店で、同一犯が、再び放火。40歳代の女が、避難騒動に乗じて、買い物かご単体を店外に持ち出し、店員の静止を振り切り、マイカーで逃走。 自宅に持ち帰った。この女が放火の重要参考人、被疑者として浮上し、同日22時過ぎに逮捕された。12月15日15時頃に、再び放火した際、ドンキホーテ大宮大和田店から、買い物かご単体を自宅に持ち帰ったとして、埼玉県警察は、窃盗容疑で40歳代の元看護師で無職の女を放火事件の重要参考人とした。 捜査員が中央区の自宅駐車場で発見するが、車内で立てこもる。同日午後10時過ぎに、この窃盗容疑で逮捕した。なお、窃盗、放火いずれの容疑も否認している。捜査の過程で、ドンキホーテの放火では、ガソリンスタンドで購入した灯油を、店内の売り物である織物に染み込ませて着火していた、ことが明らかとなった。この女は、放火前の11月にも、 同店で金槌を用いて、ショーケースを破壊して、ボストンバッグなどを盗んだ容疑で逮捕歴があった。しかし、精神疾患での通院歴があり、簡易精神鑑定で、心身衰弱による、責任能力なしと判断され、基礎猶予処分となり12月8日に、釈放されていた。警察の取り調べでは、放火容疑について、記入を続けたが、2005年4月21日に7件の、 放火容疑を認め、建造物等放火、放火未遂などの容疑で再逮捕された。しかし、同月25日に一転して、容疑を否認し、裁判においても否認すると、接見した弁護士に話したとされる。放火事件被告人の女は一審で容疑を否認し続けたものの、2007年3月23日、埼玉地方裁判所は、女の責任能力を認め、 無期懲役の判決を下した。女は東京高等裁判所に控訴したが、2008年5月15日、控訴が棄却されて最高裁に上告。しかし、同年11月17日、最高裁も上告を棄却し、埼玉地裁での無期懲役判決が確定。遺族と消防局従業員の遺族は、埼玉市消防局の怠慢により死亡したとして、2007年12月に、 埼玉市に対し損害賠償訴訟を起こすも、2010年5月28日に埼玉地裁において請求は帰却される。原告は控訴したが、2011年3月1日、東京高裁で和解が成立した。和解の内容は、埼玉市はこの区断の賠償義務を負わない。埼玉市消防職員が119番を聞き取るメモ用紙に、 通報者の身の危険を感じた場合には早期に避難を促すとの趣旨の文言を印刷するなど、火災の教訓を生かして適切に対応することを遺族との間で確認した。被疑者逮捕後の2004年12月中に模倣犯と思われる以下の放火事件が発生。これらの被疑者逮捕についての報道は2011年6月時点でもなく未解決のままと思われる。 現住建造物等放火罪容疑で捜査が行われている場合の控訴事項は25年である。2009年1月から翌2010年10月にかけて、この事件の被害者遺族に対する対応費用と偽り部下に架空のコンサルタント両名目の仮払い申請書を作成させるなどの行為を経て、会社から3100万円を差し詐欺罪に問われた。 当時50歳の元ドンキホーテ常務の男が逮捕されており、2011年10月31日に東京地裁により懲役3年6ヶ月を言い渡された。浦和ヶ月店放火後、焼け焦げて一部半壊した建物にブルーシートを被せた状態が続い、実験直後は営業休止扱いとし営業再開に含みを持たせていたが、2005年10月に解体されて、 さらちとなった。その後、跡地に、当地からほど近い場所で営業していた、サンドラック、浦和花月店が、新地区移転し、2006年2月から営業している。2010年5月1日に、ドンキホーテグループの長崎や浦和店を転換する、形で、メガドンキホーテ浦和原山店として、新規開店した。2010年5月19日に、浦和原山店の駐車場入り口に、 事件の慰霊碑が建てられた。大宮大和田店営業を継続したが、2010年に、ドンキホーテグループのドイトによる DIY 用品、ホームセンターのタウンドイトへ転換され、タウンドイト大宮大和田店として営業したが、2012年8月12日で閉店。現在は倉庫となっている。ありがとうございます。